してる。食いちぎる気満々だよね。ほら。今食べてるのはこれ。飲むヨーグルト、プレーン、ファミマのやつか。賢者になったか。あ、まだか。おい、見してくれ。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 冬のカマキリ成長日記。帰って帰って。餌与えるか。今日は昨日のお刺身。バイバイ。バイバイ。バイバイ。まずい。まずい。この子ね。この子足が曲がったまま、これ畳んだまま固まっちゃったの。鉢底ネットの一つの穴にここが挟まった状態でずっともがいてた。そういう事故もあるんだね。相当つらかったのかな。一日中もがいてたのかなと思う。そのまま固まっちゃってますね。それでも元気なんだよね。ほら見て、鉢底ネット。別にディスってるわけじゃないよ。まあ使いやすいんだけど、この一個の穴あるでしょ。この一個の穴に今この状態の感じで挟まったの。そうするとどうなる？膝が伸ばせないでしょう。人間で言ったら膝曲げた状態で膝小僧が鉢底ネットにこう入っちゃってる感じで、もがいてた。かわいそうだったな。その事故から1ヶ月経っても元気ですよ。鉢底ネットもそんな事故あるんだなと思って。おい、こっちか。離せ、離せ。よし。やっぱこの子の生命力はすごいな。シーズン3であんま動画上げてなかったんだけど、この子の生い立ちは結構ドラマがありますね。みんなそうだけど、まだまだ食欲もあって元気。悪い顔してるでしょ。さて、成長日記でも撮るかな。アイラインを塗った女の人みたいな感じ。ほら、目の内側にこう黒い線が入ってるでしょ。目のクマができてるみたいな。漫画で徹夜明けの顔を描こうとしたらこういう顔になるやつやね。ああ、やっぱり気づいてないね。この子の行方かもしんない。目が悪いよね。伝わったかな。目の内側だけ黒い線が入ってんだよね。お腹空いてるか。脱皮前の拒食かな。うん、拒食ですね。これ脱皮するから食べないだけだ。うん、目が見えないってわけじゃないか。あ、目は一応こんな感じ。みんな大好きめくらちゃんは今こんな感じ。これが3例になって55日目のめくらちゃんです。昨日食べなくなるのかなと思ってご飯あげたら、昨日は食べたんだよね。今日は食べるかな。どこか遠くを見ている。食べる。食べるか。
まだ食べるみたいです。まあ食べるんだけど、体型的にはもう脱皮なんで、脱皮ペアを用意しました。それがこちらです。床はこんな感じで木パッキンでもじゃもじゃにして、適当に割り箸を置いて、外側には鉢底ネットを這わせました。サイズ的に次に4レーンの脱皮なんで、もう鉢底ネットでもいけるかな、うん、網戸の網の方がいいんだけどね、うん、もういけると思います。一応メクラちゃんは目が見えない以外は体は健康なので、食べ終わったら割り箸に貼り付けて脱皮できる体勢にはしといてあげようと思います。手探りで一人でいければいいんだけどさ、そこまではやってあげようかなと思ってます。以上、みんな大好きメクラちゃんでした。